あの見たんです。あ、これがあなたが持ってきてくださった、うん、あのね、遊行商人の、うん、これも大事なんです。これがね、うん、なんか五代の天皇があの島流しに会った時にその娘がついて山を越えるはずだったんですって。だけど女であるためにそのあの娘ではそこ通れなくて行けなかったので、そこへ尼寺を作ったんですって。安養寺とかっていうのね。でその頃からで今でもあるんですって。そうですね。だからそこからどこか話も残ってるよね、その五代目天皇の話に。そうそう、そこかどこかね、うん、この手紙が、ね、あるんだって、ね、うんうんうん、あの遊行商人の書いた日記の中に、うんうん、ちゃんと完全にその全然そのなんていうんです、間違えずにちゃんとあのお聖書してあった、うんうんうん、それがありますよ、こっちの方にします。これをほらあの、ね、のりおさんが持ってきてくださったんです、うんうんうん、日本から持ってきてくださった。これこれこれ、ここまで読めるよ。一書申し得、こう極めつけだな、16極めつけの16日に恩情を正月の26日に、この恩情ですね、手紙を、うん、こちらに届きましたと。もしくはゆっくり読めるね。心からまだ読める。これどうして読めるかっていうと、これ百姓に宛てた手紙なんで分かりやすく書いてあるんですよ。侍言葉じゃないんです。この2つはね、あの侍言葉でないんです。だから比較的僕たちにも分かりやすいんですよね。ほら百姓に出してるわけでしょ。